はい、どうも、始まりました。私、伊藤充のコーナーでございます。このコーナーではですね、私伊藤充が、八尾のいろんな飲食店様や企業様、いろんな場所に行ってですね、その魅力を発信していくコーナーでございます。本日はですね、こちら、サービス付き高齢者住宅一期一会さんに訪問しております。それでは早速行ってみましょう。本日はですね、八尾市の用儀にございます、サービス付き高齢者向け住宅一期一会さんに来させていただいております。どうもよろしくお願いします。今日お話聞かせていただきます土林さんです。はい、初めまして、土林と申します。施設の方では、はい、サービス提供責任者と広報、はい、担当で。あ、そうなんですね。いろいろ担当がいらっしゃって、今日は最近ね、インスタグラムをせっせと。そうですよね、結構更新頻度高いですよね。そうです。どうも私です。どうも私です。あー、嬉しいです。それ広めてください。ね、どうも私ですからね。から始まるんですよね。そうです。こういう感じでね、来ていただくことって、はい、施設をね、紹介するのってあんまり、ね、ニュースとかではたまに見かけますけど、はい、こういういいきっかけだなと思って、やっぱり中ってどんなんなんだろうって。はい、そうですよね。一期一会さんはどういう、このね、名前の通り。はい、住宅と書いてある通りで、はい、やっぱりあのお家なんですよ。はい、やっぱりうち住宅型なんで、まあ、お家みたいに過ごしてもらえる施設ですけど、はい、やっぱりあの入院しない限りはもうここが最後のお家となるわけなんですよね。あ、なるほど、なるほど。だからやっぱりここ入ってよかった、はい、ここ入りたいなんやった、はい、一期一会の目指すものは、はい、自分の親を入れたい、自分も入りたい、っていうのが目標になるね。なるほど。病気は別にないけれども、世話とかしていくのが大変みたいな状態。そうですね。の方とかでも入れるみたいな。本来はね、やっぱ自立度の高い施設だと思うんです。こう、うちの旅行所みたいな。はい。まあ、でもうちではあの。のある方とか、はい、あの相談受けたらなるべく皆さん入っていただけるようにスタッフ頑張ってるの で、 そうなんです、ね、あのどんどんご相談ください。はいはい、家族からしたらね、やっぱり、自宅みたいなところっていう感じでね、思って過ごしてこれたら一番いいですよね。そうですね。だから好きな家具持ってきていただいたりとか、あの自分のね、好きな人形とかまあ何でもいいんですけど、思い出の品みたいな、そういう風にもう家みたいにして、結構自由度の高い、まあまあところ、ね、高いですね。で、うちは土鍋のご飯をね、はい、毎度炊いて、そう、温かいお味噌汁。これ今ちょっとパンフレットをね、見させていただいたんですけど、まず開けたところにこの美味しい料理の数々が、やっぱり食べるのって楽しい。いいですもんね、なんか本格料亭みたいな感じの見た目。そうです。ご飯がすごい多いですよね、こういうとこあんまないですよね。そうですね。へえ。なんかご飯美味しいって聞いたんですって言って来られる人いてるんです、中には。今日はそう、外で売ってるんですよ、ね、そうなんですよ、ね、あの入居者さんのね、はい、窓側なんですよね、そうですよね、この風景がいいですよ、いいですよ、すごくこう、くつろがせていただいておりますけど、今日はちょっと曇ってるけど、はあ、結構緑ね、これ田んぼですか、田んぼです、田植え始まりますよ、田植え始まりますよ、何年、5年目突入ですかね、だから5年目突入もあって、はい、まあ、新年度からいろいろちょっと前にやりたくてもできなかったイベントをたくさんやってます、はい、どういうイベントをされたりしてるんですか。ね、まあ、カレー曜日って言って、はい、あの月1回カレーを施設長が作るんですけど、4時間ぐらい煮倒して面白いですね、施設長が作るカレー、そうなんです、筋肉を入れてみたりとか、地元のね、お肉屋さんのお肉使ったり、はい、野菜使ったりして、はい、でもね、みんな結構カレー好きで、はい、一人やと多くて作れへんかったんよって
そうか、はい、すごい喜ばはるんですよ。毎週日曜日はね、幕の内弁当で、はい、うん、もうこう開ける楽しみ。幕の内のその中身もとか変わるってこと？変わるんですよ。へー、贅沢ですね。最近始めたのは、水曜日は中華の日。あと月1回は、はあ、まあ大体おやつが多いんですけどね、ホットドッグ皆さんで皆さんで作ってもらったりとか、サンドイッチ、めっちゃいいですよ。アフタヌーンティーみたいな。ここ住みたい。住みたいでしょ。もうぜひ。もう一つパンフレットあって、はい、いちご一会さんが入居前から選ばれる理由っていうのが、はいはい、書いてます。先ほど言った土鍋炊飯屋のこだわりっていうのが1つ、ね、はい、2つ目が専用のガーデンスペースは用途が多彩。そうです、はい、ここですか？ここです。この今インタビュー取らせていただいてます、うん、ガーデンスペース。そうなんです、身寄りなし保証人なしでも入居 OK です。そうですね。おう、あ、そうなんです。これはなかなかね、およそさんあんまりやってらっしゃらないみたいなんですけど、私はもう全然ご相談ください。もうほんまにだから一人の人がちょっと入りたいんですって言うて、そうですね、しても大丈夫です。あ、うん、4つ目、引っ越しフォローが安全。そうです。ああ、提携先のね、業者さんいてるので、はい、全部やってくれます。その後、持ち家不動産の整理のお手伝いも。あ、そうなんです。そうか、うん、ここ入りになったらじゃあ今の家どうしようかっていう話になってありますもんね。持ち家の方見てはるし、はい、うん、もう最近というか、まあ、この去年からコロナになりましたけれど、うん、やっぱりコロナ禍で変わったこととかあります、うんうん、ありますよ。もうね、はい、一致団結です。もううちはコロナも一切ね、今のところみんな無事に、はい、てますけど、はい、もう3度の検温とかね、まあ、そういうのはもうずっとやってきてたことなんですけど、はいはい、そのテーブル拭いたり手すり拭いたりだとかっていうのをもうみんなで、はい、入居者さんもみんなで徹底して徹底して、まあ、健康づくりのためも、うん、モップもかけてもらうし、利用者さんにもやってもらうと、うんうん、そう一丸となって。やっぱりなんかご近所さん的な、うんうん、気軽にこうみんなが行き来できて、はい、っていうのがお掃除なんかでも、うん、私こっちやるから私みたいな、いい感じでね。そうですか、なんか介護してあげてる、してもらってるっていうのはもうなくしたいな、あ、できないところちょっと手伝おうかっていうような感じでね、行きたいなと。スタッフみんな明るいし、はい、まあ、声かけも上手やしね、なんで笑かすのも上手だし、みんな、うん、やっぱりそのこのいちご一会さんのコンセプト的なところがそういうところにあるんですよね。そう、楽しんで楽しんで、そう、利用者さんもスタッフも、そうなんですよ、うん、ね、せっかくなんでもここで良かったって思ってほしいしね、うんうんうん、最後の時がいつかは来ると思うんでね、うん、誰でもね、うん、面白かったって言ってほしい。うんうんうん、とりあえず気になったらもう連絡をっていう感じですよね。そうなんです。インスタ見てください。はい、何で検索したらできますか？アルファベットでいちご一会とか。そう、いちご一会ニコニコです。2525です。はい。またこの辺に出ますかね。そうで、あ、そうですね。あのこの辺に僕の YouTube は概要欄に貼り付けてますので、はい、概要欄に。はい。ということで、はい、インタビューの方はこちらで終了させていただきたいと思います。またあの中の方もさせていただきたいと思います。はいはい、ぜひ、はい、管理者の中村さんと、はい、よろしくお願いします。施設の中に今来させてもらいましたけれども、はいはい、まあ、入り口です。そうですね、どうぞ。中村さん、いいですか？はい、はい、どうぞ。どうぞゆっくり見ていってください。椅子がね、はい、かわいいんです。あ、ほんまや。すごく可愛いぞ。これなん、どういう、なぜこの、こんなん売ってるんですか？へぇ、椅子マニア。椅子マニア。いろいろあると、やっぱり目にも楽しいですしね。あ、そうですね。いろんな気分が味わえたりとかして、はい、子供の椅子もどうぞ、はい、ください。これもね、全部色違うんですよ。へぇ、あ、ここの椅子と、あ、本当だ。
椅子へのこだわりが。ここが食堂ですか。はい、あ、映していいですか。いや、めっちゃ元気、どうも。めっちゃ元気。河野靖子さんでおなじみの。どうも、こんにちは。すごい。元気ですね。元気ですね。70歳です。イエーイ。サバイバルじゃない。82歳。イエーイ。ちゃんと笑いも分かってる感じで、すごい。明るいですね。やすこさん。やすこさん。やすこです。あんこです。あんこ。なるほど。漢字はあんこなんですね。あんこです。すごい。もうなんかこの施設のムードメーカーみたいな感じの。皆さん、何人の方いらっしゃるんで。ああ、すごい。まだまだやはり。まだまだいます。はあ。もう。モデルみたいな。スラッとしてますね。かっこいい。かっこいい。でもここのおしゃれ番長はやすこさんやね。そうなんや。皆さんでもほんま私服綺麗、可愛いですね。可愛いでしょ。なんかすごい若々。え、はい、もうご自分で用意されてるんですか。私服、ね、一緒に選ばせてもらったら。あ、お風呂の時に何着ますとできます。でもちろんそういうことです。そうなんですね。パジャマで一日過ごすよというのは全くなくて、はい、皆さん、はい、結構そうなんですね、はい、おしゃれ皆さんおしゃれ、こっちが勉強になるほどおしゃれな、はい、ファッションも楽しみですもんね。そうなんです、ね、特に、ね、女性の方はやっぱりね、うん、あのデイサービス出かける時も今日ちょっとズボン履きたいのかなとかって、はい、それがこれからのなんかこう活力になったりとかつながりますんで、はい、小さいことですけどいいですね。いいですね。体操があるんですか。今から体操するの。出雲の体操ね。はい。お名前は。トラマ。はい。タイガースのトラ。はい。トラマ。はい。佐田の助。はい。佐田の助。はい。はい。一。2、3。これがもう20回ぐらいあるんですか。そうなんです。毎日されてるんですか。すごい。もう今日はええわとかおっしゃるけどやっぱ出てきはって。今日は何回しますか。こんだけ。終わり、もう終わり。この体操はどうですか。お腹空いて。体動くかも。この体操してからね、ママさんね、こけなくなったんですよ。ああ、そうなんや。筋力だから今回終わり。今日は終わり。今日の間お話してた時に、はい、俺はいろんな遊びをしてきたで、はい、俺はな、立てばパチンコ、座れば麻雀、歩く姿は馬券ガイアと頭の回転の速さにね、もうこっちが驚かされて、SNS にこう上げてるので、あ、なるほど、なるほど、スーッとおっしゃってくれる方がいらっしゃって、へー、椅子好きなんですか。まあ椅子ってね、こうやっぱ長時間座ってね、お尻が痛くないとか、はいはい、まあ、そういうちょっといい椅子を置いてますね、はい、あの玄関の椅子も綺麗な、うん、だからこう見て明るいね、施設にしたかったので、ついては僕があの、はい、将来ね、はい、入居したいなって、あ、うん、思えるような、目指すはそういう施設で、はい、なるほど、あの病院とかね、はい、施設ってどうしてもねこう暗いイメージ、うんうんうん、にそういうとこが多いんですけど、ね、やっぱりうちはちょっとカラーセラピー的に、はいはいはい、カラフルな色で、
はい、色大事ですもんね。大事ですね。まあ、元気になっていただいたら、うん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 、皆さんでもほんまに明るい方多いですね。今ちょっとインタビューさせていただいただけで、はい、スタッフの方とも仲いいんですね。そうです ね、うん、まあ、特にあのコロナなんで、はい、中の状況がね、うんうん、でも分かりづらいっていうのがあるん で、 そうで、ね、やっぱりインスタを通じて、あの見えるかっていうことで情報を発信、うん、あのさせてもらってます、はい、あのコロナ禍なので、はい、もう朝も、昼間も、はい、夕方もね、うん、こういう形でモップ、あ、なるほど、今ね、そういう方、それを入居の方と一緒にあのやってますね。入居の方と一緒にやるっていうのは結構斬新な考え方ですよね。そうですね。みんなで綺麗にしましょうって、そうなんです。あの認証の方でもね、うん、できることはやっていただいて、うんうんうん、そしたらこうね、張り合い、やりがいも、ね、うん、あの入居の方実際どうですか、やっぱ元気になってます。そうですね、あの鼻歌歌いながらね、ポンプかけて掃除ね、普段だって家でずっとやってたことですもんね。そうですね、うん、はい、ということでいかがだったでしょうか。スタッフの方もですね、利用者さんも皆さん和気あいあいとしてて、とてもいい施設だったと思います。気になった方はですね、概要欄の方をぜひチェックしてみてください。そしてですね、私伊藤充にも、こんなところに行ってほしいとか、こういうところを紹介してほしい、こんなことをしてほしいなど、いろいろありましたら、そちらの方もメッセージなどぜひください。チャンネル登録やいいねなどもぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。